モーリン・ステープルトンは、アメリカ合衆国の女優、アカデミー助演女優賞、エミー賞及びトニー賞受賞者。1925年6月21日、ニューヨーク州トロイのアイルランド系カトリック教徒の家庭に生まれる。高等学校卒業後に舞台に立ち始め、早い時期からシリアスなドラマと喜劇の両方で評価された。ステープルトンは、ジョエル・マクリーに浸水したことが、 演劇に導いたと述べている。1946年、バージェス・メレディス制作の西部の盾男でブロードウェイの舞台に立った。1951年、アンナ・マニャーニの代役を務めたテネシー・ウィリアムズ作のバラの姿勢でトニー賞を受賞した。以後、ステープルトンはテネシー・ウィリアムズの作品に出演し、その中には27台分の面会や地獄のオルフェも含まれる。 同時に、リリアン・ヘルマンの古い玩具にも出演している。1971年、ニール・サイモンのザ・ジンジャー・ブレット・レディで2度目のトニー賞を受賞している。映画においては、デビュー作である、寂しい心でアカデミー女演女優賞にノミネートされた。また、大空港、インテリアでも同賞にノミネートされた。そしてついに、1981年、レッツで、 リトアニア出身の女性アナーキスト、エマ・ゴールドマンを演じ、アカデミー女演女優賞を獲得した。ステープルトンは、以後も新作に挑戦し、危険なジョニーや、コクーンなどに出演した。ヘビーズモーカーだった彼女は2006年3月13日、慢性閉塞性肺疾患のため、マサチューセッツ州レノックスの自宅で死去。80歳。ありがとうございます。